はい、どうも、M コレクションでーす。どうも、お久しぶりです。半年ぶりぐらいの動画投稿なんじゃないでしょうか。以前は、名古屋に住んでる OL ですっていう感じで、まあ、生活のあれこれをですね、動画にして投稿してたんですけども、今は結婚をして、で、旦那さんの転勤に伴って横浜で暮らしています。横浜に来たのが9月なので、今2ヶ月ちょっとなんですけども、生活もいろいろと落ち着いてきたので、また動画投稿を再開していきたいと思います。ちょっと振り返ると、やっぱ動画投稿をしてた時の方が、いろんなことに積極的だったし、アンテナも高かったし、何かをこう発信するっていう気持ちの方がね、こういろんなことをインプットしやすかったんですよ。なのでちょっと、またですね、ゆるゆると動画を再開していきたいと思います。でどうぞよろしくお願いします。はい。で、名古屋のその引っ越しの様子、お世話になった部屋からの引っ越しの様子と、あとまあ横浜に来て、まあ、1ヶ月ぐらいの生活の様子をですね、ちょっとキュッとまとめたので、今から流していきたいと思います。よかったらご覧ください。どうぞ。はい、今からアフレコしていきたいと思います。こちらがですね、2年半ぐらいお世話になったマンションのエントランスです。すべてはですね、ここから始まったんですよね。このエントランスもいつも気に入ってました。帰ってくると癒されるんですよね、この綺麗さに。はい。で、突き当たりのお部屋でしたので、でこう行くまでにこのね、変なね、月みたいな照明が転がってるんですけど、これはこの一番奥の部屋の人の特権ですね。はい。こんな感じの入り口です。このマンションね、3階建てなんですけども、内廊下なんですよ。そこも気に入ってました。はい。もう引っ越し間近ですね。段ボールは15個ぐらいになったかと思います。で、もう前日に使う掃除道具とか、手で持っていくやつがキッチンに置いてありますね。で、返却する鍵と契約書。最後返却するのは鍵と契約書だけでしたね。はい。段ボールが積み放題で、こちらはもう前日かもしれないですね。布団がないんで。はい。冷蔵庫はコンセントが抜いてあって、洗濯機は、廃棄物引き取りの人に持って行ってもらいました。わー、すごいごちゃごちゃだ。はい。割とね、お部屋を結構綺麗にして、行ったので、敷金が4万円ぐらい返ってきました。わー、2年半住んだ本当にお気に入りのお部屋でした。もうね、すごいおすすめしたいです。はい、横浜到着ということでね、職場がみなとみらいなので、普段こういう風景をですね、よく見ています。はい、お部屋の様子ですね。最初は電球の色とかね、気に入らなかったんで、交換とかしてました。はい。お部屋の中こんな感じですね。これは初期の頃の配置です。今はもうちょっと変わってます。マンションみたいな置き方で、ソファーとコーヒーテーブルとテレビ置いてますね。今はちょっとまた別の配置になってるので、また動画にします。で、旦那さんが Google フォームを導入してくれたので、Google フォームを使っています。OK、Google。間接照明つけて。Google、テレビつけて。はい、テレビをオンにします。はい、こんな感じなんですよ。すごく便利です。夜はこんな感じですね。これ映画モードっていうと、こういう間接照明の電気がつきます。で、お休みの日とか土曜日の夜とかはね、こういうみなとみらい一周のデートしたりとか、
こはねすごい綺麗でしたね。今ちょっと動画がブレブレですけども、とっても綺麗でした。みなとみらい一周した時ですね。で休みの日近所の公園にピクニックに行ったりとかしてますね。なんか子育て世代に優しいスポットが結構あるなっていう感じです。で、観葉植物が欲しかったので川崎の方にあるソルソファームっていうところに行ってきました。こちらは三井アウトレットパークみたいなとこだったと思います。はい、ここでも観葉植物を見ました。結局ねネットでこのエバーフレッシュを買いました。普段食べてるご飯なんですけども、共働き夫婦の、ご飯ですね。これは結構良かったやつをピックアップしてます。はい、いかがだったでしょうか。横浜に住み始めて2ヶ月ちょっと経ちましたけれども、はい、まだ横浜の 1% も知れてないんじゃないかっていうぐらいだと思うので、これからいろいろ体験して足を運んで知っていきたいと思います。でそのまあ横浜のレビューとか、あと生活雑貨のレビューとか、こういったディスプレイのお話とか、あと旅行の Vlog とか、ちょっとジャンルが定まらないんですけど、いろいろ載せていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。見てください。じゃあ今日はこんなとこでバイバーイ。